ちょっと遅すぎへん？ごめんな、ちょっと野球の練習めっちゃ長引いてさ、で帰りにちょっとパンだけさ買ってきたからさ、ちょっとパンだけ食べさせてごめんな。あのさ、大事な話あんねんけど。何？私らもう別れよ。え？3年生になって私は塾、今井君は部活で全然時間合わへんやんか。うん、こんな悲しい話してないねんけど、二人のためにもう別れた方がいいと思うねん。パン食べようとしてない？してないよ。私めっちゃ大事な話してんのにパン食べようとしてるやん。いや、してないよ。してたやん。ゆうこちゃん、そんなこと思ってたんや。俺そんなん全然気づかへんかったからさ。パン食べようとしてない？してないよ。私に見えへんようにして。してないよ。してたやん今。ゆうこちゃん、そんなこと言わんといてよ。俺ゆうこちゃんのこと大好きやのに。パン食べようとしてない？してないよ。私巻き込んでパン食べようとしてない？してないよ。なんなん今井くん。え？大体私とパン、どっちが大事なの？え？ゆうこちゃんやで。パンやん。そんな長いこと考えたパンやん。ゆうこちゃんやって。人間とパン見比べてあかんねんで。なんでそんなこと言う？ゆうこちゃん、俺はゆうこちゃんと甲子園行きたいから毎日毎日必死に練習してんのに。そんな大事に思っててくれたんや。うん、だからもう別れるとか言わんといて。うん、ごめん。仲直りな。うん。なんでパン食べんの？ごめんごめんごめん。このタイミングでなんでパン食べんのよ。ごめん、無意識で。無意識？うん。ってことはずっとパン食べたいな思ってたんや。え？でも私のことなんか解決せなあかんかな思って、でも仲直りしてからパングーってやってパン食べたんや。ごめんごめんごめん。なんだ今井くん、もう何も喋りたくない。じゃあキャッチボールやろ。なんでキャッチボールなんかせなあかんのよ。キャッチボールっていうのは心と心をつないでくれる、そういうもんや。だから優子ちゃん、今からそのボールに優子ちゃんの思いを乗して、この俺のキャッチャーミットに投げてきて。パンよ。それパンよ。どれ？それよ。どれよ。キャッチャーミットじゃなくてパンよ。これキャッチャーミットやで。違うわよ、ゴールドデニッシュよこれ。これ美味しいパン、これゴールドデニッシュよこれ。どれのこと？それよ。どれ？もう最低、今井くんパンのことしか考えられへん人って思ってなかった。あー、ちょっと待って優子ちゃん、これだけ言わして。何よ。俺家では白飯もめっちゃ食べんで。もう最低。どうもありがとうございました。